ははいこんにちは那須ヒロガーデンの高木です、えー、本日もねバラの話をしていきたいと思うんですけども10月のね月末最終週になりまして皆さん今年の秋バラきれいに咲きましたか楽しんでいますでしょうか前回前々回のね動画でもちらっと言ったんですけどその10月の管理の動画の時かな言ったんですけど今年はどうやらガの幼虫が多いから気をつけてくださいねって言った話がやっぱりその後ガが多かった あったんですよ、ね、でまあ秋バラって、まあ、春夏秋と育ててきてこう綺麗に管理できたご褒美としてねバラがねあの咲いてくれるっていうのが楽しみなんですけど8月9月と守ってきた最後の最後につぼみが食べられちゃうっていうのがこの蛾の幼虫、まあ、特に中でも大タバコガの幼虫の被害っていうのが今年はどうも今現在進行形でねこの秋は 多かったかなと思いますので今日はちょっとそのお話をしていきたいと思いますさてじゃあガの幼虫のがどういう被害が起こるかっていうとですねどういうことかっていうと大タバコガってまあこう2,3センチぐらいの茶色いガなんですねでこれが何をしてるかっていうとバラのつぼみにひらひらひらっと飛んできてつぼみに卵を植え付けますでそうするとその卵が孵って 帰った幼虫は何するかっていうとつぼみを食べちゃうんですね。でそうするとどうなるかっていうと多分今皆さん開花シーズンなのでご自宅のバラでちょっとごめんなさい、えっと、絵がね絵で描きました。<laughs> こういうふうにつぼみの中にもうグリグリグリって穴開けて中の方まで幼虫が入っていってるようなの今年見ませんでしたか今お庭見たらありませんかこれがね タバコの仕業なんですでじゃあちょっと現物で見てみましょうってことで今日はちょっとサンプルとして今日さっきまで外で育てていたまあ今ね王室にこう撮影のために持ってきたんですけどさっきまで外に置いてあったこれロサオリエンティス・プログレッシオの22年に秋に発表されたローランという品種です。ででえー、とまあ秋もよく咲く咲ねいい品種なんですけどこの つぼみにもうすでに卵が植え付けられててどういうことかっていうと,えとこ,こ,れこれですねこれ見えますかねこのちっちゃい卵ちょっと影も映ってるかな映ってますか、はい、このちっちゃいししゃもの卵みたいなのがオオタバコガの卵なんですでオオタバコガどうするかっていうとどうもオオタバコガのメスは 2,300個ぐらい卵を産みつけるらしいんですけど1箇所にね1つのつぼみに2,300個産んでくれればこっちとしても分かりやすい卵いっぱいついてるってなるからなんですけどこの目に見えるか見えないかぐらいのちっちゃい1ミリぐらいの卵を1個ずつ産んでいくらしいんです子供に優しいというかね、子供の住む場所食べる場所を1個ずつ与えていくすごい優しいかなんですけどこっちとしてはすごく迷惑ってことは1匹飛んでるだけで この卵が2,300個見つけられるっていう恐ろしい状態になるんですねで、何をするかというとこの卵が20度を超えて暖かい気候だと3日か4日ぐらいでこの卵が飼えるって言われててということはこれが3日後か4日後には卵から飼えてちっちゃい幼虫が生まれるんですで、このちっちゃいうちはまだ退治しやすいんですがむしゃむしゃむしゃっとつぼみを食べていく過程で こういう風になって中に入り込んでこれでさっきの絵ねでムシャムシャって入っていくと中に入り込むと薬がかかりにくい、えー、幼虫が大きくなるから薬が効きにくいってなってしまうんですねどれくらいになるかというと本当あの見た目家の1ミリとか2ミリの幼虫が帰ってそこから2、3センチぐらいの幼虫まで大きくなってそれがつぼみを食べていっちゃうので今年はねあの 秋まで割と綺麗にあのー、葉っぱも維持できてで新芽も夏剪定の後新芽もいっぱい吹いてきたのになぜか花が少ないとかつぼみが食べられちゃったって人は多かったと思いますおそらく、えー、今年のねこの異常な暑さのせいでちょっとどういう因果関係があるのかわかんないですけど暑くてちょっとガにとってはね 過ごしやすい卵を産みやすい育ちやすい環境だったんだと思います大タバコが自体は春先5月ぐらいから活動を始めてそれがまあ世代交代しながら繰り返し繰り返し秋まで活動するがなんで徐々に徐々にきっと増えていったんでしょうねで暑くて天敵がいないとか、えー、食べ物が豊富にあるとかそういう状況にはいろんな環境的な要因が重なって秋に大発生 しておりますじゃあその大発生してる大たばがね今10月の下旬でまだまだ今からでつぼみもあってまだお花咲くよっていう人ねちょっともあのご自宅のバラつぼみあの確認して今からでもその、まあ、できる対処っていうんであればまず一つはこの卵を見つけるこれがなかなか見つけにくいぐらいちっちゃいんですけどよく見ると全部のつぼみについてます。 で全部ののさっきのつぼみこれだよねこっちのつぼみもついてるしこっちのつぼみもついてるんです。これ映るかなはいじゃあじゃあこれえっとなんだえっと今ねご覧いただいたようにえっとね まずまず見つけるで、見つけるとね、私の講習会なんかでもよくお客さんから悲鳴が上がるんですけど、こんなちっちゃいの見つけられないよって言われるんですけど、でもまず見つけること、いいいまますすると思いますあのー、見つけられないだけで必ずいると思います、特に今年はまはあ。毎年いるんですけど、今年は特に多いので、今年はまあ必ずお庭にいるかなっていう気はします。ま、えー、まずはつは一、えー、つぼみから取り除いてしまう であの手指先でパパって払ってもいいし柔らかめの歯ブラシで払ってもらってもいいしあのセロハンテープで取るよって人もいます。なるほどねと思いますが、まあ、別には多分ね払って地面に落ちたところで帰ったやつがつぼみさえ食わなければそんなに被害はないのかなっていう気はするんですね。まあ、一番ねその逃がさずセロハンテープで取るっていうのは 有効かなと思いますんでまず物理的に取り除いてあげる発見する取り除くっていうのが一つ有効かなと思いますがそうすると多分気づきます。こんななににいいいっぱいあるのに取り切れないよしかもなんかこないだ取ったはずなのにまた増えてるみたいなことが起こるのでそうなると次はまあ薬剤散布っていうことが考えられるんですけど残念ながらその、えー、と卵の段階で退治しますよっていう 農薬がまあ私の知る限りはちょっとなくて、でそうなると、えっ、ー、とまあその大玉コカの幼虫に効きますよっていう農薬を散布します。でその散布している効果があるうちに卵がえっ、ー、と幼虫が帰ります。でその幼虫がつぼみを食害し始めて初めてそのつぼみに残っている薬の効果でお亡くなりになってしまうというようなまあ。 の仕方になってきますで、まあ、そうするとじゃあ効く薬はって話なんですけど今回はハイボネックさんから紹介してもいいよって言われたのでちょっとだけ紹介させていただきますと一般家庭用で大玉タバコガに効く柿キ管用に適応のある農薬だと一つプレオフロアブル。 っていうえっと成分名で言うとピリダリルっていう成分入ってるこの薬が割と、えー、効くかなと思っていて広ガーデンではこれを秋の間は、えー、結構まめにね散布するようにしていますでこれを撒くとあのそのまあ、結構つぼみの段階でね撒くようにしてますあのつぼみにかけてしまっていいのって思われる方はまあおっしゃる通りなんですけどもそのつぼみがなくなってしまうよりはまあ、多少花弁が汚れたりしても、まあ あの薬のの効効果を効かせたいいなっていうのがあっててうがあこのプレオフロアブルという薬をつぼみの段階でえしっかりかけてあげてそうするとどうなるかっていうとですねじゃあえと結局薬がかかってればえとかじってこれそうだと思うんですよねかじられてでもあ薬があるからこれ以上食べられないってなって幼虫がそれ以上こう食害をするのがえと止まるというか消えてしまうというようなことで。 薬を、まあ、予防的にま、ね、いておくと卵には効かないんですけど、変えたばっかりの幼虫には効きますで、えー、ともう一つ気をつけなきゃいけないのが、えー、と大きくなりすぎると効きにくいあの、ほとんどの薬が大きくなりすぎると効きにくいので、まあ、プレオみたいな、ね、この適応のある薬はある程度大きくなった幼虫にも効きますよ、大たばこがの幼虫にも効きますよっていう薬ではあるんですけど、それでもやっぱり大きくなると効きにくい。あとと大きくなると 最初の円の通りのようにつぼみの中まで入っていっちゃうので幼虫自体に薬がかかりにくいのでそこも気をつけてほしいんですねだから、えーとまあ、今10月ですけど、まあ、ともっと早い段階10月の早い段階からオオ、えー、タバゴガに効くような農薬を、まあ、つぼみ、ね、が小さいうちから巻くようにしてあげると鼻食われずに守ってくれるんじゃないかなと思います。 えとじゃあね今日はえとそのまあ開花シーズン中でねもうちょっと早くやりたかったんですけどちょっとあまりにも今年大タバこがの被害が多いのでまあ被害も多いし実際卵も多いのでえと10月の最後なんですけど 大がんの話を改めてさせていただきました。まあ、えーとまあ、今日のまとめで言うと気をつけてほしいのは小さな卵をいっぱい産んでいきますよ。でそのちっちゃい卵コちょっと見つけにくいんですけどよーく見てもらうとつぼみにおおこんなにいっぱいあるって気づくと思うので払いのけるとかセロハンテープで取るとかしてもらえると、まあ、最初の被害は防げるかなと思います。あとはね今日薬の、ね、お話もさせていただきましたがかき寛容用で大タバコがに適応のある薬をまあ 卵に効くのはね多分ないと思うんで普段からねちょっと使ってもらうと卵生まれて幼虫が帰っても幼虫が小ちちゃいうちに、えー、被害を防げるということが大事かなと思いますので、えー、と今ちょっと食われてるんだよって人はもう大きくなっちゃったところには実はあんまり効かないのでそれは。 ピンセットで捕まえてくださいまだまだいっぱい卵つぼみがあって11月ももうちょっと楽しみたいなって思ってる、まあ、関東より西側のあったかいところのエリアの人たちですねおたばこがまだいて卵がついてるかもしれないので今一度チェックしてもらえるとお引き続き秋のバラ楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。